やどうも東海オンエアの芝居の亮太です。地獄の底で死に腐れ、どうも哲也です。我々は東海オンエアという名前で活動してますけど、はい、東海オンエアっていう名前ね、よかったなって僕は思うんですよ。もう一個の案がね、ゴミ箱味噌汁だったんです。危ない危ねえなり、ノリでつけそうだったんですけど、意外と大衆向けにしてよかったなって。そういうことですね。グループ名というかね、そういうチーム名が一番多いのって、俺芸人さんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい。改めてよく考えたら、本当にいろんな種類があるんだなってことに気づきまして、これはですね、早速クイズにしましょう。早速。今回はですね、どんなクイズとかじゃなくて、いろんな形で芸人さんの名前をクイズとして出します。はいはい。タイトルにするならば、多種多様、この芸人の名前、何クイズ？これパワーじゃん、哲也の。これ国名当てと同じじゃん。この音なんの国？でも今回のがだいぶ優しいというか分かりやすくて、たくさん答えて楽しめると思いますよ。今回問題数ちょっと多めにありますので、早押し形式。なるほど。もし外してしまったら次の人誰かが答えるまで一回休みです。しかも今回こちらのネットアシステムでこの早押しマシーンでやってもらいますからね。最初ですけどね、吉田さん、前回の激ムズ空耳クイズはまあまあ思いがつけんもありましたよ。そうでしたっけ？チマチョゴリがありました。おお、なに、もっとなんでそんな言わなくてわかったじゃん、なに。確かになー、そっか。ドベは1週間チマチョゴリ。どういうこと？なになにそれ。そっちに行くんだね。レベルの上げ下げ難しいから本当に同じだ。チマチョゴリが。チマチョ、なにそれ。そうなったんだ。じゃあ行きますね。見たことねえよっていう人は多分出てこないのかなとは思います。ああ、なるほど。何、最初はこの画像の芸人は何でございます。やっちゃうよ。第1問こちら。はい、なり、カモン。え、なり、え、はい、トシさん、イクジット。正解。なるほど。なる、非常口非常口だなと思ってなりね。じゃあいきますね、第2問。はい、なり、こちら。はい、お、和牛。なんだこいつ、すげえ。なり、すごい早っ。ちょっと待ってよ、俺芸人知らないのかもしれない。やばい。大丈夫、和牛さんとかは知ってる？大丈夫、名前は聞いてことはあるぐらいなんだけどな。顔わかんないもん。まあでも一応顔いらないクイズになりますね。名前でいけますね。スッと出てこないなり、やばい。負けんぞ。いきますね、はいはい、第3問。え、クリームシチュー。なるほど、そこです、はい、まんま。この人知らないね。なんと、この人いらないな。なんと、あと2組います。おっと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 。はい、ライス。いないっす。います。います。いるんだ。何？正解。ちょっと待って待って待って。あと2人います。ちょっと待って待って。あと待って待って。あと2人います。取りこぼし。聞いたことあるよね。確かにいる気がする。そのパターンもある。そうなるとこの中にあのクリームシチューさんとライスさんとあと2組います。どうぞ。なるほど。ええ、なり。かずき？違う違う違う。ええ、ちょっと難しいな。はい、しめさん。超新塾。だよね。そう、当たったらびっくりする。マジで。どういう気持ち。やりかねんと思っちゃった一瞬。お、はい、笑い飯。あー、はい、正解。なるほどね。はいはい、表情分かりにくい。分からん、笑えよお前。何回も撮り直してこれ。さあ、あと一組。え、あと一個あるの。むずいね、これは。難しい。これヒントいっちゃう。ここがどうも右下にいます。四分割したけど右下側です。いやー悔しい。これ当てたい。当てたいなー。答え言わないで、マジでなり。こ、うん、の芸人さんたちの画像が東海オンエアに登場したことがあります。え？画像がなんだとなり。その動画は僕がソニックになった動画です。え？マジでわからん。わかるか？来た。ようさん。銀シャリさん。大正解。えぇ、ー、った気がするわ。俺、哲也の一緒に準備したもん。銀シャリとライス。僕
が二重奏茶碗に芸人さん二組いましたこいつは銀シャリって呼ぶなりかこれあそうライスさんの予想外なのかそもそもこっからちょっとだけ軽量が変わるかもしれないですね早いな、もう変わるんですねなるほどまだ2枚目まだ画像ですけどねこんないっぱいあるんですね、何も変わるだねいきますよ、はいはい、なにこちらきたーどうぞクマムシうわあ正解なるほどそれは気持ちいいクマだらけの虫うわクマムシさんねあったかいんだからのねあったかいんだからもう本当にいきますよ次こちらなにはいはやどうぞ空気階段なぁ、聞いたことない今のこれはまた最近終わりとこれは最近ですね最近よく聞きますねじゃあいきますねはい画像問題最後になりますおぉ画像最終問題はいこちらなんだなになんだこれはいどうぞいや、わかんないけどかまいたち残念一回休みまあ試しに行ってみてもいいですよ、別に大事にいるかなはい、としんさんワンチャンね残像ハイエースあー、ないな残像ハイエースは多分いないですいないですよねおー、出てきじゃないか芝居復活やった残像ハイエースじゃないいや、でもそうではあると思っておりょうさん来たどうぞスピードワゴンうわーすごいほぼ残像ハイエースよハイエースのおかげおい、三角くれよワゴンかワゴンワゴンかワゴンか一応ねこの状態からスピードがなくなるとこうなりますちゃんとじゃあこれになりなりなり残像ハイエースで満足しちゃうあれをハイエースで見えてるのはすごいな以上画像クイズでしたおお思ったよりだいぶまとまじゃないねおもろいもん点数の方はですね芝生さん2点としみさん3点りょうさん4点いいですよまたお互い負けしてるぞしばゆうやばいやばいやばいなに芸人知識は意外といらなかったですねそうねひらめき力だじゃあ続いては画像じゃなくてですね現物クイズでございますわお現物クイズじゃないか画像と何が違うんだよお二人こうやって来るしかなくないこんにちはーって本物は来てくれないんですけど同じ名前のものがここに出ますんでおいそれそれを答えてくださいはいじゃあ目をつぶってお待ちくださいはいできましたよしそれではいきますよ目を開けてくださいこちらせーのはい早っ年上さんメダル超合金わかった大正解そう、わかった早っちょっと画像じゃなくて物目出したいこんなぐらいわかりやすかったありがたいよねこっち的には確かにメープル超合金なんだよアイアンマン見て超合金見てすぐ電気よね俺メープルがでかくなったねまあそうねはい、じゃあちょっとこっちはい以上です早ー早っ目を開けてくださいせーのありょうミルクボーイ正解ボーイで変換できた俺マサオマサオマサオくんにしかもうマサオくんだったもんマサオくん見る人とミルクメイズだったねあー確かにボーイボーイだねボーイではあるねボーイだじゃあ次いきますねはいはいはい準備ができましたはいこちらがですね現物最終問題でございますおお見ただけで分からなかったらそこにあるものをどうにかこうにかして何してもいいですもう見てこう試してみようかなって思ったらやっててくださいなんだろうそれいきますねはい現物クイズ最終問題せーのパおおなんでマジで意味がこれは意味が分からない測るってことはもうなんだこれ測っていいですかこちらです好きにやってくださいすげえ測るよ人ごとに測れてる 33g あっいきますはいはいやったうわとりあえず99うわ
きしてるわ。青のそうだ。ラベさんっぽい。なんでこれ消しゴムなの？ちょうどこのグラム作るの難かったな。なるほどね。消しゴムはそうか。これな絶対数字に意味があると思って今。ということで5点。はい。5点。はい。2点。おお。まずいね。これちょごるね俺。大丈夫ちょごるよ。ちょごるなり。残りですね。はい。3問でございます。お、俺全問正解すれば。全問正解すれば。じゃんけんになる。じゃんけんになれる。じゃんけんですね。しゃ。ってことは一問でも俺の打ち方で取れば。そうだったら一番チャボリになって楽しむだけだ。そう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 。そんなクイズ。大衆クイズですね。はい。もうないよ。画像からの現物からの。この音何の芸人さん？おっと。しか出た映像だと思ったね。徹夜ドラマ来ると思ったんで映像もありつつですけど注目すべきは音でございます。音か、むずそうは理不尽だぞね。これはムカつく可能性があるぞ。ちょっと芝居さんね、頑張ってほしいですね。いきます。この音何の芸人さん、こちら。芝居大根か。大正解。すごいだったね。くんの前、熱いな。いいね。うん、いきますよ。はい、はい、この音、何の芸人さん、こちら。なんだお前、調子乗ったチラシやってデスメタル舐めてんのか。お前やめてください。お前、俺のやめてください。俺のな、腕力舐めてんじゃねえぞ。ミキ。音じゃないやん。待って待って待って。音じゃないやん。よく聞いてください。よくよく聞いてくださいね。これはいやーでも俺しばゆうすごいわ。すごいしばゆう得意説あるなこれ。すごわけわからんもん。わけがわからんかった。よく当てたなあのスピードで。なんでいけたんだろう俺。なんでこれがミキになるの。わからんなりよこれは。すごしばゆう取り上げる。うわー来やがった。ついに上がってきた。正解すれば上がってきた。頑張るぞ。としめよしよしよし。さあ最終問題。これはちょっと繰り返し聞く可能性がありますね。ムズですね。いきますよ。はい。おお。最終問題こちら。いきますか。むずすぎる。おめえらラスト客いくぞ。セキュこれはなるほどなり。これちょっと繰り返しの音源を作りますかね。もうあ聞こえてくるわ。やっぱ聞こえるな。頭まくるって。これちょっと疲れた疲れた疲れた。一回止めて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 。一回だけお手つき出してみんな一回言っていいですよ。いいっすか。じゃあはい。じゃあダメ元でいきますなり。あ、しめさん鬼越えとマホーク。むちゃだなー。むちゃだろう。いやそれは納得できん。詰まったの。あいつのメイク全部落とす。さあ最後ですか。あーやっておくか。はい、行さん。見取り図。違います。さあ、おじいさんどうぞ。キングコング。あー、違うね。ちょっとこん中で言うと、おとしみさんの考え方が近いかな。ちょびっとずつヒントいきますか。聞かないとわかんないからな。なんでドラムが必要だったの。ドラムじゃなきゃいけなかった理由。その音を出すならこれかなっていう。二人組ですか。はい、まあ、音系でちょっと言いますか。なんかじゃあお願いします。はい、4回鳴らしたじゃないですか。ダン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 って前半の方が、まあ、うまくいってるかなとは思いますね。なるほどなる。それを踏まえてもう一度。はい。何分やってんだこれだけで。おいこの問題勘弁してくれよ。うまだなり。どうすればいいんだよ。もうしてみようかな一回。行くなり。もう手つきだもんな。あーとしみつどうぞ。ゲーチャルチャル。ちょっと思ったなり。お
長さんどうぞ。次長課長。おー、なるほど。はい、指名どうぞ。まあ、これ潰しておきます。ダウンタウン。残念。まあ、また2周目も終わったということで、はい、ヒントいきましょう。はい、はい、いいヒントありますか、おっさんなり。攻めのヒント、みんなが音を当てはめるんだったら2音目と 4音目を当てはめた方がいいと思います。で、この2音は同じ音です。また難しくなっちまうなり。でも2音目と4音目は、まあ、何パターンか言い方あると思うけど、その擬音を口で言ってみ、言って、いや、そうなんだよ、うん、それが2回ハマるだから、そこまで言ったら、あっってなると思うぞ。え、来た、ヨウさん、行っちゃいましょう。うっちゃん、なんちゃん。うわー、大正解。ハハハのレジェンド。あー、いや、俺最後の歌はずっとちゃんかなと思ってたんだよね。おお、あ、俺ちゃんちょっと抜いてた。だとしても、うっちゃん、なんちゃん、いけるのかな、これ行けてるか。いくよ。いやちゃんなんちゃーんじゃん、ね、ちゃんなんちゃーんにすることじゃん。ということで結果、りょう6点、やったとしみつ5点、しばゆう4点ということで、しばゆう、しばんちゃこり、うわー、これしばんちゃこりだ。勝負はこれで終わりですけど、はい、まあ、最後1個皆さんにボーナス問題ですよね。ええ、はい、ここまでやってきて、この動画、どんな芸人さんでしたか。え、この動画、どんな芸人さんでしたか。なにこれ、伏線回収なり。さあ、りょうさん、どうぞ。爆笑問題。なんで笑ってんの。笑ってたやん、みんな。楽しんでたやん。爆笑の止まらない問題の数々、素晴らしかったですね。まあ、楽しかったです。ということでね、皆さんも芸人になって名前を付けるときはね、こだわって付けるようにしていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。